はい、というわけで、あ、これ今 YouTube？ そうですよ、もちろんそういうあれで、もっと近づいて、もっと、はい、もっと近づいて厳しい、厳しい。でもあのスーパードライのこのエクストラコールドはやっぱあの2種類あるんですよ。で、今一番売りに出してるのが泡ってビールの蓋みたいになるんで、やっぱそこでビールの風味を保っていただいて、それがどんどんエクストラコールドとしてスーパードライとしても進化してますよっていうのが、ここはあの、あれがあの、品質を向上していただくための、これが、ね、進化してる、あの新しく出たマッチで、やった、こんな時間から飲めるんですよ、真っ昼間から。めっちゃ冷たい。いいですか、いきます。泡が軽い、軽いんですか。泡が軽い。あ、これって普通のビールよりやっぱ冷たいんですか、ね、市販されてる普通に。あ、そうです、マイナス2度だいぶ冷たいんですよ、はい、普通のやつよりは。そう、喉がやばい。ワールドハイボール。こうやってね、あの運転手がね、そうあるの。ありがとうございます。飲みます。あー、カリ。美味しいですね。カルス入れるの？飲みやすいですね。ありがとうございます。なんかノンアルコールじゃないみたいな。香りとかが。ですね。なんかね、ほら見てください、ここ。いろんなテイストがね。555ミリのサイズのジョッキーのうちのビール取り扱ってくださってる方にはあのお使いできるんですけど、オリンピックのロゴが必要なんです。あ、オリンピックのロゴが、かっこいいなこれ。かっこいいですね。ありがとうございます。もう来年ですよね、オリンピック。そうです、もう2020年7月25日なんで。今の苦手なんですけど、はい、飲みやすいですね。あ、もう一気で、うん、あ、さすがです。はい、うん、日課さん美少女こっちです、はい、うん、飲みやすいですね、結構カリもあって、はい、ですか。カルピス100年100年。もちろんカルピス、レモンにトニックウォーター。え、これはノンアルですよね。あ、もう全部、ね、ノンアルです、ね、カルピスにトニックウォーター。 あ、ありがとうございます。今日一番美味しい、美味しい、あっさりして、美味しい。これから熱くなって、これ白桃、白桃匂い、香りがまあいいっすよ。そうなんですよ、香りがね。桃のシロップをちょっと添えて炭酸で割って。あ、なるほど、はい、うん、あ、いいですね、柔らかいですね。そして巨峰ですね。新しいです。はい、お願いします。ありがとうございます。おお、これもいい香りが、ね、いいんですよ、うん、あ、いいですね、飲みやすいですね。おいしいですね。ありがとうございます。まあ、それぞれ好みあるんですけど、どちらとも飲みやすいです。すごい、味わいのものかな。これがもうベーシックな感じかな。そうですね、価格帯で言うと、まあ、ベーシックです。味わいで言うとスッキリとか付け入れとか分けて。あ、なるほど。こっちが値段も安くてチーズだろうな。いただきます。うん、あ、やっぱスッキリですね。スイートアンドスッキリ、そうですね。あー、
こちらの紙カップも瓶もあと小さい180ミリの瓶もご用意しておりますのでぜひご検討いただければ。はい、ショートケーキ、はい、美味しいです、単純にあショートケーキの味ですか、うん、MV、 あなんかキャラメルみたいな、そうですね、プリンのなんか下の方のイメージ、美味しいとこっす ね、 ね、女の子がめっちゃ好きそうですね、うん、ね、本来のあのボトルのボトルっていうかリキュールのやつ、あ、ボルスの、に比べて原価がやっぱ安いっていうのが、あ、なるほど、やっぱボトルな分、はい、原価が安い、取って取チェイさん飲みすぎていろいろございます、結構見るのが、ね、スーパーとか、そうですね、そうですね、こちらの方、そうですね、さっきから、まあ、飲みすぎ、次でもある程度酔っちゃうと同じ味にアルコールという瞬時に判断するにはやっぱ飲み比べじゃない、あ、ディープってことはやっぱ味わいがすごい深い、そうですね、あ、はい、深みがある、じゃあ改めまして、うん、で、すぐさまにリッチを、あ、まあ、濃いですね、濃いですね、濃いアルコールもやっぱ5度高いんで、何が一番良かった、何が、まあ、やっぱこっちですね、あ、すごい飲みやすいです、やっぱり芋の初心者とかにすごく合う商材なので、私も初めて飲んだ時芋焼酎始めたきっかけピンクロだったので、そうなんです、はい、だから若い方々に合う商材になるかなと思って、ね、はい、あのアプリも体験されます、あ、ちょ、今、あの、ちょ、今やってみます、今やってみます、今やる絶対やる、それはさっき来ました、来ました、来ました、はいはい、あ、ということで、ありがとうございます、あ、来ました、来ました、動画再生する、レオさん好きになっちゃう。これは、はい、というわけで、もう5時で、もう帰れと、飲みすぎやと言われたんで、出てくださいお客さん。もうまだ飲みたかったんですけどビール。感じ、今日ね、今回初めてねこの品質向上セミナーに来たんですけど、だいぶ飲みました。渡辺君大丈夫？大丈夫ですよ。顔はすごい赤いけど。酒をつけた口につけた部分だけ？多分でも意識機能よりあるんで大丈夫です、うん。昨日はちょっとやばかったですけど、多分だいぶ赤いです。この辺めっちゃ赤いですよね。桃みたい。桃みたいやめて。桃みたいやめて。やめて。桃太郎や。桃太郎。岡山県めっちゃ赤いで。というわけで、もう、飲みますもん。はい。でもね、やっぱ。すごい良かったですよね。美味しかった。その泡がすごい美味しかったね、うん。すごい。ちょっとうちでもやってみたいなって感じ。そう。きめ細やか。はい。この後店の掃除やらなあかんって、ちょっと、あれなんですけど、ちょっとまあ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 、まあ。ここじゃなくて。ここじゃないんですよ。うちの店の前。木の掃除。いやいやいや。そう。はい、というわけで、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。2回目やな。何がですか？出るの。2回目です。2回目、1回目があの、魚釣り。釣りボケ。だよな。そう。写真大体、ちょっと今後増えると思うんで。すいません。まあ、残り物の汁とかね。ちょっと待って、あれ、ペンデだけど、重いから。ちょっと待って。
あ、そうです。あと1年ぐらいしたらすぐよろしくればプランの方の話をしてください。はい、福永様、よろしくお願いしました。大体何月ご希望とかございますか？来年の5月に大丈夫ですか？はい。動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。